ウロラのお時間になりました本日のテーマは「吉谷拓郎の批評を明らかにしますと」と、はい、たまにですね自分で自分を書きます <laughs> 逆 SEO ってやつですねまああの僕に興味ある方ってあの僕を調べるわけですよ、うん、で僕以外の情報っていうのはまあもちろんその第三者の声を聞きたいっていうのもあるだろうけれども、まあ、大体まあその避難してる人とかね そのまあ、匿名希望でね、まあ、書いてるわけですよ。顔も出してないし、匿名で。うん。で、アーダコーダ書くわけですよね。うん。で、その、顔も出してません。本名も出してません。でも、言いたいことばーって書いてあります。で、僕は顔も晒してます。本名も晒してます。で、ブログもね、このブログも毎日更新も3年以上もやってるし、YouTube も、なんだ、2万7000本以上やってますと。だから、 すみませんそれを検索するんだったらどどどどどうどうどうなんみたいなねその匿名希望の誰だが書いた分かんないのを見るのか僕を見るのか僕に興味あるんだったら僕見てくれよっていう主張です僕に興味あるんだったら僕を見てくださいお願いしますっていうね結構頑張ってますみたいなね <laughs> まあ大体、まああのちょ、ちょっとこう裏の話すると、まあ、表の話になっちゃいますけど僕、ね、インフォトップとかインフォカード今全く使ってないんですよで。インフォトップとかインフォカードを使わない理由って、まあ、でももう,もう昔の話ですけどねもうインフォトップ、インフォカードだいぶ古くなっちゃったんで、まあ、そんなにトラフィックも,もあんまないでしょうね要は昔そのたたきブログっていうね。 まあ、情報、商材前世紀、まあ、10年前ぐらいですかね。まあ、その、インフォ、まあ、10年ももっと前か。要は、インフォトップの上位ランキングって、めっちゃ、その、アクセスがある、アクセスがあるというか、売り上げボリュームがあったんですよ。だから、当時、マックインフォトップとかの前世紀だと、あの、週で何千万とか、 売上上げ,上げてななないいいとランキンキグ入らないみたた時期もあったんですよインフォカードとかインフォトップの全盛金でプラスそのポータルサイトの方にすげえトラフィックがあったんでそのインフォトップとかインフォカードにバナー,バナー広告出すだけで売れるみたいな時期もあったんですよまあ相当昔ですけどね十何年前要はまあめちゃめちゃアクセスがまあそのインフォトップとインフォカードのポータルサイトにもあったしその売り上げボリュームもそれぐらい何千万っていう売り上げがないとランキング上位入らないみたいなもう市場ボリュームがちょうちょうあったんですよ でその時ってまあみんなそのじゃあこの教材この教材を出してる人ってどうなんだみたいなで調べるじゃないですか本当に大丈夫みたいなでそのアクセスがやっぱあるいっていっぱいあるわけですよだからそこに対してぶつけて、まあ、いろんなその叩き屋ブログだった当時ね十何年前叩きやブログっていうのはすげえ流行ったんですけどでまあ実際それでね何百万稼いでる人もね、まあ、世の中にはいましたからねそのたた <laughs> きやブログですね うん、まあちょっと風、あの、なんだまあ僕も業界長いですから、あの、なんだ、その噂ですよね。<laughs> まあいろいろと耳にしましたから。うん。でもね、まあ今はね、もうほとんど消えてますね。更新されてないですよね。うん。だから結局書いてもアクセス集まんないみたいな話ですよね。うん。だってそもそもインフォトップインフォカートにじ、その需要が昔に比べると全くないので、そう。 今だったらブレインとかココナラなのかなうん。多分今の人ってインフォトップインフォカードってあんま知らなくないですか多分あんまり。うん。まあ今もあり、あると、まあ最近僕アクセスしてないんであんのかどうかわかんないですけど、あんのかなインフォカードはあるかなうん。インフォトップってどうなんだろううん。で、まあそこに出す、そこ、だから要はそこに商品出していくと、 まあその出した瞬間にまあいろいろ書かれるみたいだね <laughs>。そうだから僕はもう一切出さないようにしてますね。うん。そう。で、あとはその有名になりたくないのも、有名になると僕の名前に価値が出るんですよ。まあどういう価値が出るかっていうと、僕の名前を使ってど発信するとアクセスが来て、それで稼いだ、稼ぐことができたりとかするんですよ。 だから、今だったら、前ね、なんだろうな。その、レヴィセンチ Q さんの、あの、誰だっけななんかその、あの、その、すごい、喋りが上手いというか、論理的にその喋る、名前なんだよな。まあ、その切り抜きだけでめっちゃ稼いでるみたいな。なんか、TikTok だかななんか、ずっとこの切り抜きやってれば稼げんじゃないか、みたいな。DJ、なんだっけ、DJ 社長のメンバー。DJ、あ、あ、 レベゼン、レベゼン、まあ、レベゼン地球、レベゼン地球、レベゼン地球、あ、フォイさんだ、フォイ、フォイさんだ。そう、DJ フォイさんだ。このフォイさん結構話上手いんですよ。で、そのフォイさんの切り抜きでめっちゃ稼いでるみたいな人もいたりとか。そう、このフォイさんの切り抜きめっちゃ回るんですよね。そう。だから、でもそれって名前、ネームがあるからじゃないですか。うーん。なんから有名になっちゃうと、結局その、まあ、 こう、いろいろこう、出、出回るんですよね。うん、それはしんどいので。でも僕が有名じゃなければ、あの、僕のこといくら書いても、アクセス来ないので、稼げないんですよ、1円も。うん、で一1円も稼げないことを続けられるかっていうと、なかなか難しいですよね。給料ないけども、10年、20年働き続けられる人っていないじゃないですか。<laughs> うん。あんま有名になりたくないのはそういうのもありますね。うん、で、あとは、 まあ、あと自分で、自分の名前で自分 SEO もできるので、僕はもう自分の名前を、んですかね。まああの、捨ててはいないけども、どうでもいいと思ってるんで、ぶっちゃけ。まあもちろんそのなんか賃貸を借り、また新しく物件を借りるとかだったら、まあその名前が汚れてるとね、借りづらいとかあるんですよ。ただ僕も引っ越す予定ないので、もう鹿児島のその場所、もう、多分出てけって言われない限りずっと居座るので、 もう契約してますから <laughs>。でも新規で不動産契約するときは、名前がちょっと汚れてると借りづらいっていのはあるんでしょ。なんだけどもう、もう借りてずっともう7年ぐらいかもう早いもので。うん。だからも、まあ、うそこずっと居座るので、まあそこもないのでね、新しい不動産借りるとかそういうのも予定ないので、たまに思うんですけどね、もう引っ越したい、たもうちょっともうちょっといいとこ行こうかなと思ったりとかもするんですけど、いや、 ここでええと。<laughs> <そう> <laughs> まあでもね、まあ、あの、すごく僕は好きなんですよ。今のところ。うん、好きなんで。うん、十分かなっていう。で、家賃も安いしね。そう。<laughs> そう。だからまあ、自分で自分をこう、ディスっていくっていうことができるんですよ。他の多分情報発信者ってブランディングとか気にしてるので多分。まあ、おすすめしないですよ。これ本当に僕、独自の特有なやつなんで、あの、 おす,すめし、自分で自分のことをどのこのっていうのはあ、下げるようなことっていうのは、あの、する必要性はないので、やんなくていいと思うんですけど、僕の場合は自分で下げ、下げても自分で上げるみたいな話なんですよ。もはや。自分で自分のことをディスっても自分でまた上げていく。逆に言うと、上げられない、あ、すいません、これちょっとマインドセット、マインドの話なんですけど、自分で自分のブランディングを下げたとしても、 うんそれでも売っていく、もしくはそれでも、もしくは自分のまたそれを上げていくっていうことができないようじゃ、あの、まあ、ずっと一人でやってることは無理なんじゃないか、みたいなマインドの考え方があるんですよね。かその僕が好きな、まあ、ミスター X っていう人が昔いて、なんコンテンツビジネスで80億くらい稼ぎましたっていう人がいたんですよ。伝説の人がね。結構そのもう昔の人なんで、このミスター X を知ってる人は2だと思います。 平ラ秀信さんとか、ミスター X とか、えっ、ー、と、伊勢さん、伊勢、伊勢さんとか、村上さんとかね。ここあたりを知ってる人って相当情報系古いと思うんですけど、ミスター X の僕本当に好きな言葉があるんですよね。それが、まあブランディングなんか関係ねえっていう言葉があって、僕めっちゃ好きなんですよ、それ。そう、ブランディングなんか関係なくても売っていくっていうそのなんかマインドなんですよね。まあもちろんそのブランディングは大事なんですよ。 ね、例えば、フェラーリを売る、レクサスを売る、ロールスロイスを売りますとかね。まあ、すみません。車好きなんで車寄りになっちゃいますけど。まあ、あとはなんか、ホテルだったら、リッツ・カールトンとかね。何すかね。何すか。うん、あとなんだ。なんかまあ、そういう高級なホテルとかあるじゃないですか。そのブランドって大事ですよね。うん、トヨタも、トヨタも、ネッツ・トヨタと、レクサスのショールームのその見せ方って全然違いますよね。 同じトヨタ系列なんだけど、レクサスのブランドは、そのショールームの作り方、見せ方、その、全然違うじゃないですか。ネッツトヨタ、普通のトヨタのディーラーに行くのと、そのレクサスのショールーム、ディーラーに行くのは全然違いますよね。だからそのブランドですよね。その、あとはその、ね、日本人はブランド好きなんで、ルイ・ヴィトンとか、グッチとか、なんですか。 まあそうそういうのですよねそのブランドを作っていくだから銀座銀にある銀座にあるそのルイ・ヴィトンの銀座にあるやつとかはもう全然なんか一般の人はちょっと入りづらいですよね多分 <laughs> ですか入りづらいですよねでもそういうふうなブランディングそういうのを作ることによってその客層を変えられますよねうんだからもう一般の人はちょっとみたいな話だけどもうその富裕層の人たちは逆にそういうところに がステータスというかそこに行くわけですから。そういうのを、ブランディングを作るっていうのはね、大事なわけなんだけども。でもね、僕はミスター X のブランディングなんか関係ねえっていうのはね、めっちゃ関係ねえ。小島よしおのそんなの関係ねえみたいな。僕めっちゃ僕、そ、れ好きなんで。うん。自分がその、どういう風に思われたとしても、どういう状況になったとしても、それでもじゃあどうやって売っていくっていうね。なんかそこを思考して考えて実行していく。でも結局、 ま行き着いた僕の答えっていうのは、結局その一人一人なんですよね。お客さん、まあ、メールアドレスっていうその先に人がいて、その人とどういう関係性を構築するかだけなんですよ。そしてその人にどう販売していくのかだけなんですよね。もう極限にシンプルに言ってしまうとね。だから、ブランディングうんぬんじゃなくて、その人、 その、僕、僕に興味持ってもらう、その人の悩みだったりとか、そこに疑問とか、その、そこに対して解決案を出してるのか、ちゃんと提示してるのか、悩み問題を、あの、解決する、提案はできてるのかっていう、シンプルに言うとそこなんですよね。うん。だから、どんだけ、例えば、ブランド力があったとしても、自分の問題がそれで解決できないんだったら、結局買わなかったりするわけじゃないですか。その、ブランドはありますよと。 なんだけども、自分の問題とか悩みが、そのブランドはあるんだけど、じゃあ解決ができない。ってなれば、そのブランドの効力って意味あんのって話ですよね。買わないですよね。うん。もちろん1割の人たちは、ん、とりあえずそのブランドだからって買う人もいるかもしれないですけどね。ブランドが好きみたいな。でも情報ビジネスって、その情報を通して、お客さんの悩みとかそれを提案するものなんで、ものじゃないのでね。まあ、ここもちょっと違う部分あるんですけどね。 まあ、いろいろ申し上げましたけど、すいません。今回の記事はね、あの、逆 SEO でこう書いてます。<laughs> でたまにこういうのをちょい、自分で自分をこうやるっていうのはちょいちょい投入してきますんで、よろしくお願いします。<laughs> ということで、えー、本日のテーマ、吉谷拓郎の批評を明らかにしますというお話はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。